阪神、岩崎が17日、甲子園のクラブハウスを訪れ、体を動かした。今季、2年連続となる60試合に登板。23セーブ &17 ホールドを記録したが、目標に掲げた連覇は逃した。2016年から5年間、現役を共にした藤川監督が就任。クローザーの心得やけがを防ぐためのトレーニング法などを学んだ先輩でもあるだけに、 藤川監督を胴上げできるように頑張ります。というコメントもいつも以上に力強かった。この記事はいかがでしたか問題を報告、関連記事、写真、阪神、岡田監督と肩を組んで記念撮影する巨人、岡本。写真7枚、長野、岡本は、山崎、萩生 SNS でも話題の巨人ポーズコレクション。ダルビッシュ、大谷を絶賛。 本当にすごいなとしか言いようがない阪神、遠藤なり、5年目でまさかの